皆さんこんにちは。今日はこの夏の疲れ切ってしまった花壇をきれいにしていきたいと思います。まずは伸びきってしまった植物たちを切っていきます。実は今持ってるのハボタンなんですよね。本当は夏越しをさせて踊りハボタンにしたかったですが、ズボラな私にはできませんでした。よくわからない雑草も大きく育ってしまいました。夏の間はとても暑かったので、外に出る勇気が出ず3ヶ月ほど放置していました。水やりなしでも元気な植物も多い中、この奥のサルビアネモローサさんなんかは下の方の葉っぱがカレカレになってしまったので、全部切ることにしました。ハゲハゲになってしまいました。こちらはイソトマでした。夏の間ブルーの小さな花をたくさん咲かせてくれましたが、いつの間にかカレカレになっていました。これはオキナグサですね。今年の春植えたのでまだ花は咲いてないんですが、夏どうにか生き残ったみたいです。来年お花が楽しみですね。見にくいですが、アナベルの下にシラーベルビアナという球根が3株植えてあります。ちょっと立地が悪いのでね、植え替えも早くしてあげないといけません。奥の台の上にはカレカレのアサガオとクレマチスとオスタがねあるんですね。ここら辺は右隣のアナベルのおかげで日陰になっていたので、水切れもせず頑張って生き残ったようです。鉢に植えられていたツルニチニチソはすごく長くなってしまいました。適度な長さでね切っておくんですが、一緒に植えられていたティアレアは瀕死の状態になってしまいました。こちらも救助しなければなりません。こちらは先ほどとは別の花壇になります。こちらもね、初夏に咲いていたはずのアガパンサスの花柄をずっとそのままにしていたので、ようやくカットしました。花柄ですが、これを可愛いと思うのは私だけでしょうか。シュウメイギクは植えてから3年くらいが経ちました。少しずつ少しずつ大きくなってきています。見たらアガパンサスのところに侵入していたので、何本かね苗を引き抜いておきましたが、ちょっとこれからね気をつけないといけないなっていう感じですね。花が重いので支柱が必須になりましたが、長い期間お花楽しませてくれています。こちらはクリスマスローズの花壇です。クリスマスローズの前にリシマキアオーレアさんが大量発生してしまいました。夏の間にね一回切ったんですが、それでも大きく育ってしまったので、表面に出てる葉っぱは全て取り除きたいと思います。根っこはどうしても残ってしまうと思うので、春になったらまた芽が出てくると思います。フルバキリもようやく行いました。本当は消毒をしてやった方がいいと思うんですが、消毒もね面倒くさいので私はできませんでした。ここには20株くらいのクリスマスローズが植わっていて、どれも種から育てた苗たちです。今年ようやくお花が咲くんじゃないかなと楽しみですね。こちらの花壇もすっかり綺麗になり、新芽が出るのをしばらく待ちたいと思います。フルバをちぎって本日の作業は終了。植え替えや球根の植え付けも近いうちにやりたいと思います。